この動画はバージョン49時点のものです。今後のアップデートによって誤った情報になるかもしれませんが、ご了承ください。 Sorry。 はい、どうも皆さんこんにちは。今回はリーサルカンパニーに出てくる全ての敵を解説していこうと思います。まずはこちら、スネアフリー、スネアのみです。スネアのみは天井に張り付いてる虫みたいなやつで、プレイヤーの頭にくっつき窒息させます。こいつを対策するのは簡単で、一つがわざと近づいて落下させ、ショベルで2回ぶったたいて倒しちゃうやり方。二つがくっついてしまい、武器を下に落としてしまったらすぐに拾ってぶったたくことで助かるやり方。三つがくっついたら外に出てしまって助かるやり方。そして少し特殊ですが、ソロであれば1回だけ頭にくっついても体力があれば必ず助かります。他にもやり方はありますが、ショットガンでも同じく拾っていくことで助かります。プレイヤーが近づかない限りこいつから襲ってくることはないのと、対策方法がいくつもあるので脅威度は D ランクとします。次はこちら、ハイグラディア、スライムです。スライムは横に大きくゆっくり近づいてくるやつで、触れるとプレイヤーはダメージを受けます。こいつは倒すことができません。ショベルで殴っても揺れるだけです。しかし対策は簡単で、一つが少し高さのある場所に乗って移動すること、二つがスライムは扉を開けることができないので扉を閉めてこちらに来れないようにすること、3つがもうジャンクして飛び越えてしまうやり方。ただし天井に突っかかることも多いので、飛び越えるときは状況を確認してから飛びましょう。こいつは足が非常に遅いのと、扉を閉めるだけで閉じ込めれたりと対策が簡単なので脅威度は D ランクとします。次はこちら、バンカースパイダー、バンカースパイダーです。バンカースパイダーは茶色の巨大雲が特徴で、あたりに巣を張って縄張りを作ります。こいつらは巣を十分に張ったら、こんな感じで壁に張り付き獲物を待ち構えます。襲ってくる条件は、近づきすぎる、蜘蛛の巣を踏んでしまう、巣を叩いて破壊する、この3つが主な条件です。対策は少し簡単で、こいつは足が遅いので応対しながらショベルで5回ぶったたいてやれば倒せます。火力は高いけど対策は少し簡単ということで、脅威度は C ランクとします。次はこちら、サンパー、サンパーです。サンパーは下半身がなく、顔側にサメみたいなやつで、直線であればものすごいスピードでプレイヤーを襲ってきます。こいつの対策は少し簡単で、一つがこいつは曲がることが苦手なので、高速で移動してきたらこんな感じで横に避けてやるやり方。二つが交代しながらショベルで4回ぶったたいて倒しちゃうやり方。他のやり方もありますが、こいつが頭をぶつけてる間に逃げてまいてしまうのも手です。こんな階段のところだとスピードがとても遅くなるので、逃げる場所としてはおすすめです。見つかったらすぐに襲ってくるため雲よりは厄介ということで、脅威度は B ランクとします。次はこちら、ホーディングバグ、ホーディングバグです。ホーディングバグは赤い目が特徴の小さな虫で、アイテムを集める習性があります。どんなアイテムも集めるので、手持ちのショベルとか置いておくと盗まれることもしばしば。こいつらはアイテムを自分たちの縄張りに置いていくので、勝手にアイテムを集めてきてくれる便利なやつとも言えます。対策は簡単で、ショベルで2回ぶったたいてやるだけです。こいつらが集めたアイテムを盗むとブチギレて襲ってくるので、盗む際は注意しましょう。対策が簡単なのと、こちらが何もしない限りはほぼ襲ってこないので、脅威度は D ランクとします。次はこちら、スポーリゼッド、ホウシトカゲです。ホウシトカゲはおそらく脅威が一番少ない敵と言ってもいいでしょう。見つかると威嚇をして下がっていくだけなので、襲ってくることはないです。近づきすぎると視界を少し悪くしてきます。さらに接近すると噛まれてしまい、小さいダメージを受けますといった感じで、ほとんど無害なので脅威度は D ランクとします。なんならもうランク外とも言えますね。次はこちら、アイレスドッグ、目のない犬です。目のない犬は名前の通りで目が見えないのですが、代わりに耳がすごく良いので音を探知して襲ってきます。こいつの対策は簡単に言えば音を立てないことです。近くを通るときはしゃがみながら移動しましょう。
もちろん声にも反応するので気をつけましょう。どうしても倒したいという人は壁におびき寄せて、こんな感じで避けて壁にめり込ませればいいです。あとはタコ殴りでボコボコにしてやればいいです。もし船の中で音を立てて見つかってしまったら、こんな感じで船の上に退避しましょう。上には登ってこれないので安全です。食われると一発即死ですが、こいつ単体であれば対策も難しくないので脅威度は B ランクとします。ただし他の敵が合わさってくると脅威度は A ランクに跳ね上がるので注意です。次はこちら、ブラケン、ワラビです。ワラビは黒い体と白い目が特徴で、プレイヤーの背後に静かに近づいて襲ってきます。プレイヤーが一瞬だけこいつを見ると逃げていき、35秒後にまた静かに近づいてきます。こいつの対策は難しく、定期的に後ろを見たり常に周りを警戒するのも大変なので、こんな感じで扉を閉めて警戒する場所を少なくしておくのもいいでしょう。倒し方ですが、一つはザップガンで動きを止めて、もう一人がショベルで3回ぶっ叩いてやるやり方、二つがショットガンを一発撃ってやるやり方、そして特殊ですが使用済みのスタングレネードを地雷に投げて爆発に巻き込むといったやり方もあります。対策が難しく、捕まれば一発即死と危険な敵なので脅威度は A ランクとします。次はこちら、アースレヴァイアテン、巨大ワームです。巨大ワームは名前の通りの姿で地面の中に潜んでいます。ゴーゴーと聞こえてきたら近くのワームに狙われています。聞こえたら持ってるものを置いて走って逃げましょう。ゴーゴーという音が聞こえなくなったら狙うのをやめてまた徘徊しています。もちろん地面から離れた場所に行けば斧を諦めてくれます。他にも対策はありますが、ワームは移動が遅いので何も持たずに歩くという手もあります。そして特殊ですが、ワームの飛び出しを利用して目のない犬や森の番人を飲み込んでもらうというワームの使い方もあります。対策は簡単ですが一発即死ということもあるので脅威度は C ランクとします。次はこちら、フォレストキーパー、森の番人です。森の番人は耳がないので音は聞こえないですが、代わりに目がすごくいいです。捕まると食われて一発即死なのと、足も速いのでかなり危険な敵と言っていいでしょう。こいつの対策は簡単に言えば視界を遮って逃げることです。見失うとすぐに諦めてどっか行くので、遮蔽物を駆使していきましょう。マップによっては遮れる場所がなかったりしますが、船の下であれば確実に撒くことができます。他にも対策はありますが、スタングレネードを投げてひるませるやり方、ちなみに捕まっても先にスタングレネードを投げとけば助かります。そして特殊ですが、先ほど紹介したワームの飛び出しを利用して飲み込んでもらうというやり方もあります。一応ザックガンも効きますが、使ってる時だけしか効きません。対策が難しいのと、無敵で足が速く一発即死という強い要素だらけなので脅威度は A ランクとします。次はこちら、コイルヘッド、コイルヘッドです。コイルヘッドは頭と体がバネでつながったやつで、このリーサルカンパニーでおそらく一番危険な敵と言えるでしょう。こいつはプレイヤーに見られていないとき、とてつもない速さで接近してきます。逆にプレイヤーに見られているときはほとんど動かなくなります。こいつの対策は非常に難しく、簡単に言えば視界内に入れておくことです。もちろん他にも対策方法はあるので紹介します。一つがスタングレネードを使うことで20秒程度はこいつの動きを止めれるので、その間に逃げるやり方、二つがターミナルから操作する扉を使って閉じ込めてしまうやり方、もし出入り口でこのような状況になったら、ある程度扉に引き寄せて視界内に入れながら外へ出ましょう。そしてマルチであれば仲間に見続けてもらうというのも手です。といった感じで、単体でも面倒な上に他の敵と組み合わさると対策が非常に難しくなるため、脅威度は最強の S ランクとします。次はこちら、The Boon Hawk、ヒヒタカです。ヒヒタカは外に湧いてくる大きな鳥みたいなやつで、こいつは襲ってきます。対策は簡単で、こいつらは臆病なので、こちらが強気に近づいてやれば少しずつ後退していってくれます。逆にこちらが弱気になって後退すれば近づいてきて襲ってきます。倒し方ですが、壁に追い込んで1回ぶったたいたら走って後退し、また壁に追い込んでぶったたいて、というのを6回繰り返すやり方が一番安全だと思います。アイテムを持っていかれることもあるので気をつけましょう。そしてこいつらは目のない犬と敵対関係にある。
まに倒されてる時があります。といった感じで、外にいるホーディングバグみたいなものなので、脅威度は D ランクとします。次はこちら、サーキット B、 蜂です。蜂はこのように巣と一緒に湧いており、近づくと帯電して襲ってきます。対策方法がいくつかあるので紹介します。一つが近づかないといったシンプルなやり方、二つが近づいてしまったら巣から離れることで蜂に巣に戻ってもらうやり方、この2つは危険を回避するためのやり方になります。そして蜂の巣を持ち帰っちゃうというやり方もあります。蜂の巣を持ち帰るやり方についてはこちらの動画で詳しく解説してますので、ぜひ参考にしていただければと思います。蜂の巣はだいたい80から140円ぐらいの価値はあるので、持ち帰ることをおすすめします。日食の時は外で蜂が暴走状態で湧いていることもあるので注意です。近づかなければほぼ何もしてこないのですが、暴走すると危険になるため脅威度は C ランクとします。次はこちら、ナットクラッカー、くるみ割り人形です。くるみ割り人形は独特な足音を鳴らす人形みたいなやつで、銃を持ち歩いています。目が隠れてる時は無敵で、目が出ている時はダメージが通るという特徴があります。対策は少し簡単で、一つが銃で狙われたら壁に隠れて時間を避けて助かるやり方、二つがしゃがんで足元に近づいて5回ぶったたいて倒しちゃうやり方、三つが壁に隠れて2発銃を撃たせたらリロードするのでその隙を狙って叩く、これを5回繰り返すやり方、そして倒すとこいつらは銃1本と弾2個を落とします。もちろん拾った銃を使えば一発で倒すこともできます。対策は難しくないのですが、歩いている時に触れたり近くで被弾すると即死と危険なため、脅威度は B ランクとします。次はこちら、ゴーストガール、赤い服の少女です。赤い服の少女はプレイヤーの背後に姿を現す幽霊で、倒すことはできません。こいつにはルールがあります。一つが標的として狙われてるプレイヤーにしか見えないこと、2つが標的となるプレイヤーが倒された場合は次のプレイヤーを標的にすること、3つが姿を視認されると2回目までは許されるが3回目以降は攻撃モードになること。対策は意外と簡単で、声で後ろにいるかわかるので姿を見なければいいだけです。姿を一切見なければ攻撃モードになることはほぼないです。もし攻撃モードになってしまったら、少女が消えるまで逃げるか外へ出ましょう。ただし外で再び湧くこともあるので気をつけましょう。一発即死で対策方法が少なく、さらには外でも湧くと危険なため、脅威度は A ランクとします。次はこちら、ジェスター、道化師です。道化師はオルゴールの箱に手と足が生えているやつで無敵です。こいつは最初に箱が閉まっている状態で徘徊しています。プレイヤーに見つかってから30秒ぐらい経つと音楽を奏で始め、奏で始めてから30秒後には箱が開きます。箱が開くと高速で近づいてきて、プレイヤー全員を順番に襲ってきます。対策は面倒ですが、一つが音楽を奏で始めたらプレイヤー全員が外に出るやり方、全員が外に出ればリセットされ、こいつは箱が閉じた状態に戻りまた徘徊をします。2つがターミナルから操作する扉を使って閉じ込めるというやり方、確実に封印はできますが難易度が高いやり方になります。といった感じで、箱が開くとかなり危険ですが、音楽を奏でるまでは無害で外へ出る猶予もあるため、脅威度は B ランクとします。次はこちら、マスクド、マスクドです。マスクドは仮面をかぶったプレイヤーの姿が特徴で、プレイヤーを1人襲うごとにマスク度が1体増えていきます。モニターではプレイヤーと同じマークで映り、外まで出てきて襲ってきます。こいつの対策は少し簡単で、ショベルで4回ぶっ叩くだけです。ただし叩くと走ってくることもあるので、叩いたら交代するなどして捕まれないようにしましょう。そしてこのように仮面が建物内に落ちていることがありますが、拾って覗き続けると憑依されるので注意しましょう。手持ちに入れて持って帰るだけなら問題ないです。といった感じで、捕まると憑依されてしまいますが、対策は難しくないので脅威度は C ランクとします。いかがだったでしょうか。これでリーサルカンパニーの全ての敵を解説させていただきました。今回紹介したやり方とは違う対策方法もあると思いますが、よくあるやり方を主に紹介しました。ぜひ
気に入っていただけたら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは良きリーサルカンパニーライフを。気ままなテトでした。